ハロー。ヒロピーさん。ヒロピーナッツ。ヒロピーナッツさん。勝手にニックネームつけた。ヒロピーナッツさんですね。クッキーありがとう。ヤッホーみんな。おお、アバター来てくれてる。ヤッホーね、なんか窓開ける。なんかね、空気がこもってるような感じがしたのよね。あとはハローだよー、みんな、みんなハローだよー。堂々と離席する。ちょっとサプリサプリ。見てくれてありがとう。え、そうなんですよ。ちょっとね、声復活しました。ワイルドの実ね。お話から決済明日まで、ありがとう。決済リマインドマン。よきよきだよね。あのね、あのね、お、サンキュー決済リマインドマンか。ヤッホーなよー。みんな来てくれてありがとう。そう、喉がねだいぶよくなってきた。ちょっと読ませて。ギフツ、みんなこのアイテム投げた人はさ、絶対アバターゲットできたんじゃない？この青のゴールデンダルマ2代目の。私ダルマアバター3つも持っちゃうやん。そしたら赤の初代のゴールデンダルマと、シルバーウィークのシルバーダルマと、あとは2代目の青のゴールデンダルマ。嬉しいやけど、ゲットした？ヒロピーナッツさんね、クッキーありがとう。勝手につけた、早々、配信開始早々つけた。今日はね、じゃあそこ、あの病院行きました、ちゃんと。で、夜ご飯から、夜ご飯食べた後に、ほんとついさっきあれ飲んだ、お薬飲んだけど、マジで苦すぎて。私粉の漢方飲むのめっちゃ得意なんよ。喉の奥でうって溜めてゴーンって飲めるけど、あの普通のお薬の粉はマジ水にすぐ溶けるから、すぐ口の中のにその苦いのがぐちゃーって溶け出して溜まって、本当にちょっともうなんて日だってなりました。なんてこったって、マジで久々にみたいな、昔を思い出しましたね。赤ちゃんの頃、子供の頃、まだ風邪とかよくひいて小児科に行ってた時。サンソンさん、ハートありがとう。右小牛タンさんも、キサキサピースさん、マシュマロ、ハジスケさん、フォーユーさん、キサキサありがとう。でもその病院が超人気で、本当にマジ3時ぐらいから行ってたのに、もう出たの5時半とか。2時間半も病院でね、ちょっと時間を潰してました。だから結構いろんなそのメンテナンスの予約とかしたし、なんだろう、あの皮膚科とかね、とかそういうのね、メンテナンスの予約とかしたし、インスタなんて更新しちゃってめちゃめちゃね、待ち時間はなんか作業がはかどりました。いろんな、ファンユーさん、マシュマロありがとう。あとは絶対前からやっておきたかったこととかできたし、
サンソンさんハート、浦部さんクッキー、カボーさんサンソンさんありがとう、ミキヤ君ギザギザ音符、ホジハメさんギザギザ音符、バリーさん弾ける音符ありがとう、オヤッキーさん風さんギザギザ音符、浦部さんだるま、マリーさん回復薬ありがとう。え、待って、なんかこっちが可愛いんじゃない、なんか絶対こっちのゴールデンだるまの方がクイーンかな、ん、めっちゃ可愛いじゃん。ミツルンいいねありがとう、ハジスケさんペンライト、カゼさんほらギザギザ音符、カビオシロさん、カイバシロさんギザギザ音符ありがとう、王子様の乗り物さん、こっちのさゴールデンアルバの方がなんか可愛くない、ツインテールが、これ何が違うんや、ほらツインテールとかまつげも生えてる、うん、中西さん、はじすけさん、ラストワンさん、なべなべ市長、トリガーさん、うん、鼻水がね、ほんと出るし、ほんと許せない、ちょっと失礼します。ちょっとミュートにしないタイプでして、うんうんうん、よきよきキョキになってきたの、だいぶね、あとは結構ツアーが終わってからはね、ゆっくり眠れてるから、そっちの方でも睡眠治療ができてる。ハミさんありがとう、でもお薬飲み始めたからだいぶ良くなるつもり。マダラオオカミさん、浦部さん、シルニジピンさん、ジャックさん、あとはちょっと体を気遣ってちゃんと栄養のあるものとか、なんか添加物が入ってなさそうなものとか、なんつったらいいんですか、うわ足の裏きたな、あとちょっと急に、あとはお野菜、今日はマジ偉すぎる食事をしたので早くメールに送りたいし、あとはそう、味の濃いものも食べてないし、脂質の多いものも食べてないよ、よくないか。りかこちゃん、ゆりのつぼありがとう、ちゃんとね自分の体調、やばい、最高になっております。ひまわり29さん、バラ、王子様の乗り物さん、ハート、日傘のたっきさん、ハートありがとう。え、だいぶね声が回復してきました。日向坂46さん、お疲れありがとう。けんちゃん、みやんこ先生、日傘のたっきさん、回復ね、マジよき、ポムさん、 X カズさん、リサーチャーありがとう。あとは昨日お風呂に入ってて思ったのが、お風呂はめっちゃいいですね。ちょっと今心だけを聞いたらはみたいな感じなんだけど、違うの、あのお風呂入ってたら喉痛くなんない、やっぱ湿度が高いから、お風呂の湯気とかで潤って、そう、フォーユーさん、サイサイさん、 DJ さん、いきなりくん、王子様乗りの乗り乗り乗り、王子様の乗り物さん、でも鼻が詰まってんだよな、わかりますか、里友さん、いきなりくんさん、リサーチャーさん、ケンちゃん、キハさん、ヒロピーさん、あ、ヒロピーナッツさん、いやちょっとこれはもう縛らんでもちょっと自分を縛ってて受け、はい、お薬が効いてくると思います。
のお家ね。本当は待つの。でもさ、なんか占いでもなんか5月6月、占いでもなんかここら辺の頃はなんか体調崩したりするみたいな言われてたんですよ。まさか当たりましたね。ヒロピーさん、マサヤさん、高橋さんお薬飲めた、超嬉しい。コブコブさん、リサーチャーさん、王子様の乗り物さん、サトトマさん、ハジスケさん、ありがとう。そう、メンテできる日になった。そうなのよ、良きなのよ。療薬は口に逃がしだね。お着替えしてくれてありがとう。ふふ、え、そう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 、今日初診だったから、その今日行った病院は最初は電話で予約したいです、初めてなんですけどって言ったけど、初診の人は予約できないって言われて、はーにゃーってなって、だから極めちゃったらそれです、ちゅうことなんですよね。多分大人気なんよ。トリガーさん、コンコン、ミキヤくん、高橋さん、マッピーさん、インスタのコメント、あ、いいねしたよ、嬉しかった。ちょっといっぱいいいねしていくわ。高橋さん、マサさん、仙人さん、ジェットブラックさん、ユータン、ケンちゃん、マッピーさん、ナベさん、馬一筋さん、バリーさん、キューさん、リノロフィーさん、そりゃないぜ、ごめんってばよ。ピーショパンさん、お疲れ。ヨイチさん、リノロフィーさん、ネギシュギュータンさん、喉はね、だいぶ痛みも取れてきたし、ガサガサ感もねだいぶ少なくなってきたし咳とかも収まってきたし良きです。ネギシュギュータンさん、スノーQさん、かわいい、ありがとう。カラスさん、ハート、サンプチさん、リノロフィーさん、ミャンコ先生、ヒロピーさん、ミキヤくん、リノロフィーさん、チーカワ族に人ですか、私チーカワ族ですか、チーカワ好きよ、長野先生がすごい好きやけ、モグラコロッケとかも好き。スノーありがとう、ソラナルさんも、ユータもありがとう、アッキーさん、トトラさん、トシさんもありがとう。声かわいい、じゃあこれずっとこれでいこうかな。そう、あんま寝てんのよ。トカさん、ノブーさん、スノー、ミュートにした方がいいかな。じゃあ次からちょっと気づいたらミュートするね。ケッティさん、嘘やん、ななこさんお昼配信中やったん、ちょうど病院の待ち時間やったからななこさんに返信した、嬉しいんやけど。ななこさんラブ、テイカーさん、ケンちゃん、モスコルさん、流星、初心ね、大変だった、かかりつけいないね。今日行ったとこもおすすめの紹介で行った、なんて言ったらいいんだろう、メンバーもここが良かったって言ったとこに行った。スノー、松さん、ゆなぎさん、くにちゃん、松さん、みきやくん、ありがとう。イソジンはもらってない。ベニーちゃん、山猫坊主さん、守りたいこの笑顔、ありがとう。松さん、ハート、やっぱ笑顔でいるしかないよね。月を呼ぶには笑顔でいる。
14歳やからだいぶね歌えるぐらいまでは回復してきました。こうやってこの声でだけど、こやんさんありがとう。やっぽだよみんなね。インスタの私服かわいいって言ってもらえるの嬉しい。あの私服は私もお気に入りね。えにゃんにゃんだと OK, OK. ななこさんからいろいろ裏話聞いたで恥ずかしい。例えばななこさんに、ななこさん、なにゃこしゃんななこお姉さんって、鈴木秀和さん結婚してねえ、なんでいつも言うの、そうやって。いつさん、岩尾さん、ハートありがとう。コンコンギザギザありがとう。市販薬で治らんの？なんか病院行った方がいいって思った。前回も2週間前に同じようなのをね発症しちゃうんや私。でも市販薬じゃねあんま治らんかった。おりちゃん、ゆりのツボありがとうね。やろ、喉良くなっちゃうよ。のぶろうさん、ハートありがとう。ゆかちゃん、ありがとう。ありがとうね。マシュマロ。しばさん、バラ。ゆりのつぼもありがとう。バラとゆり。アバターもろてってやー。うちのアバターかわいいやろ。みつさん、ハートありがとう。しゃべれるまで回復してます。ゴミゴミ。かわいい、ありがとう。タイピーエルさん、回復やからね。マイコル、クッキーありがとう。こまわよ、マイコル。ハート、こまわよ。ね、やっぱ病院に行った方がいいよね。やっぱね。餅は餅やよ。え、餅は餅やっていうかいね。なんかいね。みつさん、かわいい、ありがとう。いしさん、ハートありがとう。受ける。サプリとか薬飲む連絡が3日坊主で4日目から連絡が来ない。受ける。そう、私結構飲み忘れ激しめで、そう、薬とか特にリマインドしてもらってるんですけど、ななこさんが教えてくださった。全然できない。お三日坊主でございます。あとはななこさん、そんな飲みましたって報告、もうななこさんはもううるさいよりこちってならないのかなそう、逆にね、鬱陶しがられないかっていうね、ちょっと心配も。いや絶対ななこさん思わないんですよ、優しいからね。そう、ちょっとそういうちょっとなんかヘシテイトな部分、躊躇する部分もありました。タイピエンさん、回復薬ありがとう。ミキヤくん、岩尾さん、ツーデスさん、ハートありがとう。マサさん、回復薬ありがとう。嬉しいわよ。餅は餅やって言うよね、やけ。ハルルンさん、バラありがとう。喉は咽喉か。
ちゃんと咽喉科って書かれてある病院に行きました。みつさんハートありがとう。そう、お薬リマインドマンにね、ゴミゴミかわいい、もうありがとうなのだ、何度も何度もありがとうなのだ。全然面倒がってないよ、なんか今の言い方は面倒くさがってる感じの言い方だった。何度も何度もちょっと面白いからやめてよ喉が痛いけ笑えんのってですよ。今日は鼻でいっぱい笑うことです。つぼってるわ、つぼりました。危ない危ない、蛇の道は蛇やばそんな風に言う。うん、バリーさんハートありがとう。リコティだよ。おひさまコーヒーさんクッキーありがとう。ヨッシーババさんギザギザ音符。蛇の道は蛇、獣道は獣。バリーさんハート、ツーデスさんハートありがとう。マスノリさんありがとう。ダールサム絶賛不評サムの日記よりつぼありがとう。サム風呂敷もありがとう。不評ね、あ、耳鼻咽喉科、そう、もちやもちや専門家が一番であるという方はやっぱりそうなんよ。私ね、ことわざ好き。国語の授業でいっぱいことわざの宿題がいっぱい出たから、いっぱいことわざ知ってるし、四字熟語も知ってるけど、やっぱ一番はことわざが好き。谷王さん回復薬ありがとう。バリーさんハートありがとう。例えばのれんに腕押し、青菜に塩、餅は餅や、たで食う虫も好き好き、ぬかに釘、ヘイゾさんマシュマロありがとう。はじすけさんかわいい、ゴミゴミもかわいい、ありがとう。そう、コアカスガイ、カエルのコアカエル。ヘイゾさん、キハさん、マリーさん、ミャオさん、マシュマロありがとう。声出るよ。アリさん回復薬ありがとう。喉温めて寝るのに三つ子の魂100まで、あ、この前教えてもらったよね。何やったかいね。ああ、血がつながってたらみんななんか成長したって、なんか、昔から好きなことは成長したって、昔からの性質は成長したって、ずっとそれみたいな。今日の笑い方やばい。で、平成天狗さんお疲れ、ありがとう。はぁ、息の吸い方もやばいと思う今日は。 V フォントさんタコありがとう。フッチーさんハート、ミキヤくんハートありがとうね。喉大丈夫、蜂蜜ガバ飲みした。プーさん紹介する、優しいんやけど
心配の仕方が、おお、やばい、笑ったら喉が痛いんけ、痛いんやけ、こけつにいらずんば小じを得ずも好きやし、流頭だび古語とかも好きよ。フッチーさん、ミキヤくん、平成天狗さん、よりつぼありがとう、ハンターさん、ファイツ、クキもありがとう、クポズンさん、ハート、アツシさんもハート、ツーデスさん、ハートありがとうね、高文、大熊さん、ファイトありがとう、乱世の時代負け犬、何それ、知らんわ、551の蓬莱、それってことわざ、551の蓬莱は餅は餅屋みたいな感じやろ、リコに釘、2階から目薬、コーラありがとう、ハート、あっくんウインクして、ピコ、腰たんたん、いいね、好き、腰たんたん好きよ、因果応報、家宝は寝て待て、体制なんちゃら万世みたいな、大器万世、ロッピーさんありがとう、あー、わかる、急がば回れ、私も結構好き、なんか急いでる時、あ、もうこれ遅刻確定とかないよ、私遅刻したことないけど、なんだろう、集合時間の3分とか5分前にはついておきたいけど、あ、もう集合時間ぴったりに着くなって時とか、ま、急がば回れって感じ、私も厚生うどく好き、琵琶湖の周りのことな、天網開会、そにして漏らさず、うん、わかんないや、笑う角には服着たる好きよ、あー、わかんない、読めないわ、よしさんありがとう、小川丹さんありがとう、目には目を、歯には歯を、ハムラビ法典、あ、セイコウドクか、間違えちった、それも好きよ、なんか人間って感じ、トンビが鷹を産む、タイでカニを釣るみたいな、カニでタイを釣る、なんだっけ、飛んで火にいる夏の虫、け、剣道将来、なんだっけそれ、いっぱい楽しいやん、アンジュルムさん、いいね、ワイニニアッチャン、ユイガドクさん、ユイガドクさんも好き、配信開始時間いつもきっちり予定通り、確かに、バネ、うーこの時間ってなるんや、備えあれば憂いなし、ああ私も好き、タイでエビを釣るか、エビでタイを釣る、うん、タイでエビを釣るのはちょっとやっぱさ豪華すぎ、ちょっと失礼、失礼失礼いたしました、はあ、チミ毛量、チミ量毛、チミ、チミ何だっけそれ、ハルルンさんありがとう、逆やったわら、
チフジニタカ、サンナスビも好きよ。アキさん、アイドル大好きさん、トトラありがとう。確かにエビでタイ釣るな、タイでエビ釣るなら伊勢エビやな。トトラ、キハさん、え、白い猫も黒い猫もネズミを取る猫はいい猫。そんなの可愛いのあるの。地味毛量か、アイドル大好きさん、サトシさん、オリちゃん、あーん、ガテン、ん、ガリュー転生好き、サトシさん、ゴッドトさん、可愛い、ありがとう。運動不足で足をつる、いいね。私あんまり足つることないんです。お、トンボさんありがとう。レインボーたくさん、割れ鍋に閉じ蓋、トンボさんハートもありがとう。いかがみんな。なんかさ、お、ボーダーさん200回訪問ありがとう。トンボさんクッキーありがとう。祝福はなんちゃらかんちゃらなんちゃら読めなくて横腹つる、なんで。あー、どんな人にも最適な相手がいる、なるほどね。うん、リコちゃんは可愛い、それもしかして、それってもしかして新しい弟さん、タワさん、ありがとう。魔法の夢は覚めることがないやん。弟さん、ありがとう。青は青より出て、青より青し。ねえねえ、絶対アイス食べないって決めてるんだ。絶対にアイス食べないって決めてるんだ。生誕祭まで。ねえねえ、生誕祭来る来る来る。熱っ。ビエネッタ美味しかった、最高じゃん。私も食べ、食べたことないんよ。生誕行く、くるくる。やったぜ。それな、でもこの調子なら絶対治るよ。明日には治ってそう。左利きの招きにゃんこさん、ありがとう。ゆりつぼ、行く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 、やったぜやったぜ。嬉しいぜ。なんかさ、最善の人に聞きたいんやけどさ、最善の人ってさ、レスもらいづらくない？なんかいっぱい弟さん、ハートありがとう。
お、ルームのフォローありがちょ。クワトロ確かに見下げるもんね、見下ろすもんね、こう覗かないかも、ね、やっぱそうだよね、賽銭っていただきづらい。デスはいただくものなのかね、汗さ絶対浴びとるよね。アイコンタクトたくさん来る、間違いない。そうそう、強力な、ね、ヤクって言い方やばい。おっ、お主も風か、頑張れ。風かなんじゃ。くにちゃんハートありがとう。でも私も思ったよ、ツアーしてて最善の人って目合った時ちょっと恥ずかしい。でも目合わせやすい。てかレッスンを協力的に送れるのは最善やけど、アムトンさんアイスありがとう。そう、見下ろす感じもあるし、あーコールは確かに一番聞きやすい。目が合ったらドキドキする、わかる。あとはヨニキメタルさんありがとう。音符ペンライトが変えられないだと、どうした、変えないだろ普通。あつ、今ね足の裏何なんかタコみたいなできちゃったの、動きすぎて。違う、皮抜き、なんだ。アムトンさんマシュマロありがとう。なんか割と最高列とかレスを送りやすい説出てきたとか何会場のど真ん中とか、確かに遊びやすいのは端っこ。もちもちバラありがとうね。そう、夏風邪ないよ、夏野菜食べないからさ。だから、うん、バリー回復薬ありがとうね。クレピ目がクリクリ、クリちゃんだよ、クリリンだよ、クリリン。超高層階なのに随分車の音が聞こえるね。ほんと87階なのに。確かにゴーヤチャンプルー食べたい。あっくんありがとう。てかもう寒い。あ、あ、あ、9時10分、工藤、工藤。ふふー。ねえねえ、まださ、布団さ、夏用にしてない。うん、どのさ、アイドル大好きさん、ありがとう。工藤です。どの席でも楽しませるよ。こっち今日も可愛い、嬉しい。冬布団どうしようかな。
じてスポーツ見たりするの？でもサッカー見たくなってきたよ。サッカーしたんよこの前企画で。したらよかった。そしたらプレイヤーの方々はもっと難しいんだろうなって思って、しっかり見たいなって思った。にゃんにゃん、水原さん、の T さん、赤 T さん、スンスン、ありがとう。クッキー、あ、夏布団に帰るの様子見でもいい。確かに風邪ひいちゃうしね。会うの初めてだけど、12日の握手会で行っていいかな？もちろん。会うの初めて？私と。マジ？嬉しい。足にクッションあった。嘘やん、顔見知りでもないのかな。え、全然ウェルカム。爪切っちょかんといけん。今伸ばしちょ。違うにゃ、伸びたんよ勝手に。ルーシェさん、コーラさん、ハートありがとう。ハヤトさん、ハートありがとう。布団馬じゃない、間違えた。美味しくない。あ、でも太って美味しいか。自分の匂いって美味しい。風邪ひいた。薬飲んじゃうよ、激苦が。朝宗さん、ギザギザをありがとう。治すために いっぱい寝るし、栄養あるもの食べてる。して寝ないよ。トトラさん、回復薬ありがとう。何？あ、受ける。 AI 美人鼻詰まってる。秘密しか勝たんよね。ヤマさん、ありがとう。ハート。嬉しい。お肌最近ちょっとだけ、ね、あれってなんかプツってここにあるんだけど、でもだいぶ良くなったよ。ヒデさん、ギザギザありがとう。やっぱ素材を褒められるのは嬉しいですね。うんうん。タラバガニさん、ありがとう。ヒデさん、そのダイランさん、ありがとう。でもね、だいぶ治った方なのよ。前はね、いっぱいなんか、なぜかっていうとね、お肌ね、ヨーグルトも食べ過ぎだった。
ヨーグルト食べいっぱい食べたらなんかニキビができたの。お前は細胞レベルで綺麗になりたい。嬉しい。ヨーグルトってさめっちゃいい気がするじゃん。ダメだったらしい。ヨーグルトの食べ過ぎをやめた途端ピカッ光った。大阪会いに行く。待ってる。そうよ、だってあと3日後は握手しちゃうけ。やばいよそれな、1日200グラムまで。そう、今日の夜も食べたけどマジほんとスプーン2杯3杯ぐらいにだけにした。確かに初めては初めて。やっぱそうだよね。えっ、田辺陽一丸、間違えた、陽一郎丸、蹴る。嘘やん。200回も来てくれてありがとうございます。そんなに貴重。え、私もリコチに影響されて最近ヨーグルト高めまくってるけど、ニキビできる。綺麗やろ。パウ君ありがとう。めっちゃ来てる。大好きやん私のこと。ウケるウケるリコチの握手優しい。ひどいかも。握手に優しいとひどいってあるん。ギャッて握るかふわっか。こいちさんクッキーありがとう。とうとうバカにしちゃえろ、私の声がギザギザ音符って喧嘩売ってる私がね。違う違う、みんな今までギザギザ音符投げてるから、ままにしてもらわないと。握手って、え、でも私陽一郎先生のにいつか絵描いてもらいたいと思うけど、やっぱ描きたいと思ってもらえるような人間になるようになれるように頑張るっていうね、目標がある。石井さんありがとう。回復やから。隼人さんマシュマロありがとう。握手どうなんや、優しいよ。意地悪はしないし痛いこともしない。え、押せる。なんか軽い軽い。ツアー千秋楽の時最高列まで来てくれてありがとうございます。あの時や、ありがとうね。休憩タイムでしょ。石井さんファイトありがとう。寒いの、ちょっと。ミキ様、オットトさんありがとう。と B 型メリノウールさん、回復薬たくさんありがとう。なんかウイルスみたいな名前、名前それともお薬みたいな名前かなそう、座り込んでた。リコちゃん手大好き。人の手、タニヤンさん、タニヤンさんクッキーありがとう。ちゃんと好きなお気に入りのハンドクリーム持っていくね。こうやって握るから、こうやって待ってる。こうやってさめいちゃんが真っ黒クロスケを掴むときみたいな感じ。マニュチマシュマロありがとう。メンバーね、体調悪い子多いかも。ありがとう。
っちゃ休めてるよし、今も休み、この時間も。のんびり休んでる気持ち。あ、また来てくれてありがとう。今喉悩んでいるアイドル多い感じします。気をつけてください。おっす、ありがとう。てかさ、こうなんかちょっといいね、喉に悩んでるアイドルが多い。私もアイドルか。私の自分の職業がアイドルっていうことをたまに忘れてる。アイドルっていい響き。自分アイドルなん、信じられん。アイドルグループに入っちゃう、やば。アイドル大好きさん、ありがとう。バラ奈良さん、かわいい、ありがとう。だって夢が叶っちゃうにゃん、アイドルっていう職業しちゃう。ニヤニヤしちゃった。ニヤつく。信じられんのよ。たまに、あ、私ってスティーフ・ホテイトのメンバーやったんか、はっ、ってなるときあるし。おっとっとさん、ありがとう。レインボー、夢だけど夢じゃなかった。嬉しいですね。ずっとアイドルでいたね。そりゃもちろん。45歳になっても歌ってるからね。あー、へたれたちよ。そう、けるんやけど、アイドル。ほんと職業聞かれたとき、明日もちょっとメンテナンス行くんですよ、初めて行くとこに。職業聞かれないと思うけど、フリーターにするね。なんかどうする、フリーターでいいかな。フリーターとは、はるるんさん、バラありがとう。45ならまだ俺は生きてると思うから応援できる。めっちゃ面白い。すみません、ルームのフォローありがとう。だそんなカタカナはダメよ、つかフリーターだけよ、職業。今はコンビニで仕入れてますとかっていうんかな。私の職業ってなんだろう。やがて何の花があるよ。なんて言ったらいいのか。ありがとうなのだ。調子戻んないみたいで。早めに休むね。ありがとう。そう、ちょっと寒い。ミキヤくん、ありがとう。でもね、一日喋ってなさすぎて喋り方忘れるんよ。やけーリハビリの配信なのこれ。でも普通の声の大きさじゃないよこれが。いつもよりちっちゃくしてる。てかね、爪切らんにはいけん。アイスレモンさん、バラありがとう。確かになんかそういうのにしようか。
多分ね、事務員とかにしとこう。アーティストとか言っちゃいダメよ、絶対ダメだよ。何系の、そこでさ、なんで髪の毛染めてないんだろうとかさ、なっちゃうじゃん。なんで爪とかネイルしてないんだとかなっちゃうじゃん。爪はさ、もうやる気ない。そうなんや。マトリョシカさん、ありがとう。マシュマロね、地下アイドルにする。 OL とかが一番いいんじゃない。作業員みたいな、事務員です。そしたらさ、やっぱ髪の毛も染めずにちょっとおとなしい感じにしとかないとだしね。ねえ、でしょ。画家笑えんないけ。私声出して笑ったらもう痛くなって咳が止まらんくなるんやけ、笑わせんで本当にうん書道家、そう、修行僧、ルームのフォローありがとうございます。俺初夏でもええん、やばい、メンバーの間のノリが出てしまった。私さ、メンバー間でさ、オレって呼ぶんよ自分のこと。オレやないんよ、オレ。それがでもメンバーに映るんよたまに。オレ喉痛いけとか言うんよそしたらメンバーもオレもみたいな。カフェオレ、白雨さんありがとう。かわいいよね、オレ。オレって確かにカフェオレなんよ多分。そっから来ちゃう。ルームのフォローありがとう。カフェオレ、カフェオーレ、マツケンサンバ、オーレー、マツケンサンバ、ウェストミルク、リョウさん、かわいい、ありがとう鼻詰まるよ。ヒロさん、花束ありがとう。唇さ、保湿しよう、いっぱい、ほらほらほら、うまうま。ラテ、プルプル、そうだったんだ。あっか、かわいい、ありがとう。まさのりさん、マシュマロありがとう。ご飯食べた。そろそろメール送んなきゃね。メールで何食べたか送っていくね。出ました異世界勇者さん、花束バラありがとう。見えてないのは、戻った、見えてないのはあなただけじゃなく、みんなもだったよ。カンタムさん、リノロフィーさん、マリーさん、ギサギサ音符ね、ミラボまでありがとう。うん、サンソンさん、ハートありがとう。ただいま、異世界転生止まっておりました。
左の鼻の通りだけがいい。でも音がする。ん？ルームのフォローありがとう。で何の話してたんだっけ。あ、メールを送るよの話だ。今日ねちゃんと夜ご飯もあれしたんよ、自炊。自の水、自炊。また作らなきゃ。もうねほんと超簡単やけ、私の自炊。うん、少し喉良くなってきた。ちょっと失礼。鼻水が出るんよ。頭皮見えた？見なかったことにしてよ。愛の重さ MV 見ました。地球儀どこの国見てたの？マダガスカルだよ。アバターわかんない。どうなったのかな。フィーさん、アヤトくん、小人さん、トムトムさんも、トトラさん、小人さん、小人さん。マダガスカル見てたよ。もらったら喉が痛くなるけ。クニちゃん、祖父さん、ありがとう。うん、もうやばい、メール送んなきゃ。まだ助かる、まだ助かる。マダガスカル、ここ輝いてる？嬉しい。一緒に輝こう。おっと。友達が迎え、トムトムさんありがとう。ブン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 、ハチさんが、さあハチさん、ハチさん、ハチ、うん、無
りしずに行くね。大丈夫、ありがとう。マイハッチさんね、今マイハマイハマイハッチ先輩。私は23時には寝さいよ。23時まで配信しようかな。でも割とそう思ってた。ねえねえ、あ、メール送んないぞ。5通目、次5通目ね。トラッキー、ミキヤくん、サム、コビトさんもありがとう。リコチは科学部。みんなそれぞれ、サムありがとう。特技をさ、特技の部活じゃん。あたしも科学部だったし、だから物理室にいたし、 MV ね。そう、実は、そしてなんか私のインターナショナルな部分を地球儀で表現してたの。監督、さすがです。うん、職業科学者。そうしようや。じゃあ明日職業聞かれた時にはそう答えるわ。なんか早く寝なさいよ、23時には寝なさいよって。優しいね、ありがとう、ね、マッドサイエンティストってさ、悪い言葉？マッドサイエンティストとは、うん、リック&モーティーのリックやん。マッドって言葉が悪いんだ。なんか狂った感じの意味だ。マッドハッターとかさ、マッドなんちゃらとかあるやん。リサーチャーさん、ありがとう。グローバルのところを地球儀で表現ね。ゆうたさん、ありがとう。クッキー、あ、いけないもの作っちゃうんだ、マッドサイエンティスト。何？科学の力？リコちゃんより推すものは他にはないの？この世には。うれ、岩田さん、クッキー、マシュマロ、ありがとね。イサ、お疲れと、かわいいとファイト、ありがとう。回復薬もありがとう。めっちゃ雪だよ、ありがとう。
ミキヤくん、リンゴさん、ありがとうです、ハート。ん、遠征よろしく。やばいよ。でもお薬飲んだからだいぶ楽。ミキヤくん、リンゴさん、モビさん、ありがとう、ハート。今ねメール書いてる。早く寝るわ。寝るしかないやん。さあやん。お大事になさるわ。ありがとう。マジ早く寝るね。アイドル大好きさん、マシュマロありがとう。でもね、あむねむねむねむ、自撮りがないから今自撮り撮って送っちゃおう。そう、今日ね窓開けてるよ。だから寒くて布団かぶってんの。やばい、かゆっ。カズさんお疲れ。回復薬もありがとう。かわいいなんて嬉しいな。なんだと。私はマッドサイエンティスト。
さ、私の家の中全然特別なものないわ。あと今散らかっちゃう。服とかがクローゼットから飛び出てる。トマトです。ありがとう。うん。それでも美味しいのさ。そうなの？ちょっとラストのメール書くよ。鍋さんありがとう。やばい、徳島総監督リコチのあれだけのパワーどこから出るのかな。やばい、咳してるのバレた。みんなの応援から出るんだ。トムトムさん、鍋さんありがとねキアさん、ありがとう。フォエクショイ。ノート。みゃんみゃん、リコチさんのパフォーマンス元気？嬉しい。トムさん、ミッツさん、ありがとう。にゃんにゃん。おやすちメールは3枚も写真貼った。どれも違う。全部違う。ミキヤくん、イサッチ、ハートありがとう。無事メールをくれた。
歌いたい気分だけど、ここをグッと我慢しない。かわいい、嬉しい。なんかお薬飲んで2時間ぐらい経つのかしら。だいぶね、調子がいい。良くなってきたように感じます。喉も痛くなくなってきたし。ねえ、お薬効いてるよこれ。でもさ、お薬飲むの難しいよ。朝昼晩飲まないといけないお薬あるじゃん。朝とかさ、起きてないもん。お風呂で熱唱したいのに。揺れる想い、体中感じて。イサオチありがとう。と、風邪は治りかけが危ない。わかりました。ね、昨日よりだいぶ声出てきた。窓は閉めなくて大丈夫。4時間ぐらい開けて飲んだら大丈夫。薬の人や。そうなのか。やばい、食費の経費やってない。食費の生産。今日締め切りやない。うんうん、痰が飛び出てきた。初めてから3日くらいで聞き出す。あー、そっか、私がオブラートで包むならいけるか。無理しないで。ありがとう。治りかけこそ。生誕まで歌我慢。歌いたくてたまんない。ゆきなりさんありがとう。ロムさんありがとう。お歌は我慢するね。本人不在の生誕祭、ちょっとじわっちゃうかも。やばい、食費の生産書書かなきゃ。内職しないと今から。ねえねえ、そしたら付き合ってくれる？マルルにデッドライン過ぎたけどいいですかって今聞いてる。付き合う。リコチさんの食費生産業務を副業にしたい。受ける。ボンバンさんありがとう。だるま、嬉しい、付き合ってくれて。イサオチ、カンスケさん、ロムさんありがとう。でも休養するね。もう今の時間とかもめっちゃ休養って感じ。生産から逃げ物。そう、なんかさ、例えば
おしこの日は例えばあお昼ご飯生産できるのみたいな日でもう食欲ないのに変なの買っちゃったりするんよ。もうダメ、最近はそういうのなくなったからもうほぼ生産ない。花火してる。22時のチャイムが鳴り始めた。だいぶタンがなくなってきた。スイ君ありがとう。100回訪問。なんかさ、今までは食費がそのあれしてもらえるから、あ買った方がお得とかの気持ちでいろいろ食料を買ったりしてたんですけど、もうね最近はそんなのもいやいやいらないいらないって買わなくなりました。お腹空いてないのに食べるのはないないなりました。しかもお仕事の時とかにその食費やっぱそういうのじゃないですか。でも大体お仕事の時ってお弁当とかお菓子とかいっぱいご用意していただけてるので必要ないんですよ。食べ過ぎのね原因になるので最近はやめてるの。だから絶対今月の食費少ない。2です。西尾氏さんありがとう。ロベールさん、ミキヤ君ありがとう。タンもねほぼね透明とかだよ。うん、さんのお薬効いてるのか嬉しい。安いと買いすぎて逆に食べ過ぎ。そうなんだよ、怒るよもう。香港さんマシュマロありがとう。え、良くなってる兆候嬉しい。じゃあ食費の生産でもしていくか。可愛い、嬉しい。あとはさ、私、そうだ、枝豆てかほんとほらもう痰の絡んだ咳出ない。ほら咳も出したいとも思わないし、マジ嬉しい。タンが割と辛かったから、嬉しすぎてこんなポーズ。てか爪も長いから切らなきゃね。枝前、爪かわいいけ、爪伸びただけじゃん。風をひいたみたい。ピークは超えた感じ。そうなんよ、嬉しいっす。私のファンの方独特ね、爪が伸びただけで可愛いって言ってくれる。
歌いたい今だって。ありがとうと歌いたい。ダメダメ、歌ったっけ。喉が痛くなったのもあるんやけ。じゃあちょっと机の上を片付けて。黄緑に赤が混じってるのはやばいね。頑張れ。それはもう頑張って治んないとね。マスノリさんありがとう。ほら鼻の通りが良くなってきたし、痰もなんかキレが良くなって、痰のキレが良くなって、めっちゃ調子いい。あ、ペン忘れた。そんな、このちょっとの間に何を投げてるんだお主たち。これが重要。お主ら計画的犯行じゃ。やられた。喉が本当に良くなってきた。やばい。ウキウキ。のりさん、わきゅうさん、ありがとうね。いさおちテイカーさん、トトラさん、ツーデスさん、マスノリさん、ふくちゃんち、ゆうゆうゆうさん、ふっぽさん、ミラボ、ならすけさんも、音符爆弾、いさおち、みきやくん、アイドル大好きさん、キアさん、ツーデスさん、ありがとう。山猫坊主さん、ミラボ、アイドル大好きさん、ふくちゃんち、マリーさん、キアさん、テイカーさん、のろすけさん、ふくちゃんち、ますのりさん、 NRR0022 さん、マリーさん、ジャスミンくま、にゃん、私ジャスミン好き、あっくん、いさおち、ミラボやん、
目お疲れ様。長かったね。忙しいね。福ちゃんちとラッキーさん、ありがとう。私自身のことを申しております。ウケる、声通る、いいよ。てかさ、マジレシートの量エグ。ほら見て、こんなに、ちゃんと見て、ほらこんなに。大事なね、紙類はいつもここに保存してます。マシャさん、ありがとう。マサオさんもありがとう。うわ、代わりに叫んでくれる。何を、そんなこと考えるあれになった。マシャさん、マサオさん、ありがとう。小指扉にぶつける練習準備、冷や汗で30分足踏みして変顔で笑っちゃった。おもろ。もうそれはせんでええけん。リサお茶ありがとう。ハート、やばいよ。この前写真集4冊も買った。タワレコ行った時、雇ってください。報酬がリコちゃん、映画を受ける。やってくれるのは、ありがたいな。失礼しました。うん、うん。誰の写真集？秋元真夏さんとか。広島弁補うよ。しらすさん、ありがとう。マシュマロ朗読会、そうそう、勉強のねためにためよ。うん、ノート書いたの。嬉しい、読みたい。セブンイレブンとか多い。秋元真夏さんのファーストとセカンド買いました。ねえねえ、なんかレシートのさ、この面でさ、スマホ拭いたら綺麗になるみたいな、言うじゃん。やってみよう。印字面、あー確かにめっちゃ綺麗になった。今度からやりまくろう、ね、くにちゃん。ありがとう。確かにカウントダウンとかしたい。憧れる、めっちゃ憧れる。くにちゃん、ありがとう。グッドイブニングね。写真集という夢を叶えてくれてありがとう。
5月1日、あ、間違えた間違えた、人ぶよさん、バリーさん、ありがとう、カイさん、ありがとう。え、マイちゃんって呼んでくるって呼んでること言ってたよ、よく言って、え、マイちゃん、マイちゃんって言ってみたんですこの前、したら嬉しいって言ってくださって、なんかそれが逆に私は嬉しくてキュンキュンした。まいちゃん、私でもこう見えて山下美月さんのあのファースト写真集持ってないんですよセカンドだけで、福ちゃんち、バリーさん、イサオチ、ありがとう。え、嬉しいから配信で言ってください。嬉しすぎるって鼻詰まり。だからファースト写真集欲しいの。福ちゃんちありがとう。工藤莉子、5月1日はね、花だれ公園ですね。呼ぶの、そしたら照れるの。バリーさんありがとう。え、私が写真集出したら買ってくれるの。それはもうめっちゃ嬉しい。4日は500冊買う。いったな、約束は守ってもらうよ。バリーさんありがとう。500冊買ったらさ、何円になる。
くなったレシートは丸めてポイ、後で回収します。ガチガチガチ。ガチよこれは。コートリアルに5冊。え、リアルにめっちゃ嬉しい。3冊は買う。え、めっちゃ嬉しい。5冊買って買って、布教用に10冊バリーさん、福ちゃんちありがとう。5月5日。うーわ懐かしい。マジで1冊永久保存版嬉しい。サイン入りとかもね。それな、確かに表紙コンプ絶対だよ。あ、本当に楽しみだな。みんながその写真集が発売される時とか、なんかお渡し会とか。すいません。あ、わっわっ、パリーさん回復薬ありがとう。ストーノンスケさんかわいい、ありがとう。まださ5月のさ、そのさ経費食費のあれなんだけどさ、まだ5月5日なんだけど。バリーさん、イサオチさん、佐藤なすけさんありがとうね。嬉しい。佐藤なすけさんかわいい。もりレシートバイバイ。え、もうこの日まで行っちゃったんだけど。レクザム大ホールとか激懐かしじゃん。
にゃんにゃん、イデさん、マリーさん、ありがとう。もしかしてこれも離席になってる？ニヤニヤ。離席じゃないよ。この日は、そうだね、夜は。作家さんになった気分。もうレシートの量が多すぎて扱えないよ。でもね、今ね5月11日まで来た。イベのポスター作り全然、食費の経費のやつやってる。熱くなって耳を丸めて投げるのが作家さんの気分。いいペースだよね。23時には終わると思う。イサオチ、マリーさん、ありがとう。そう、たくさん食べてる。ふんわり卵の天津飯、スジャータメロンミックススムージー。食べ過ぎだよ。やば、あんバタ、あんバタ、あんバタも食べてるよ。あんバターパン、しらすさん、回復薬ありがとう。うん、ほらわかる、話したらこっちしか息吸えない。あっくん、ハートありがとう。しらすさん、回復薬。福ちゃんち、ありがとう。回復なんだっけ、ギザギザ音符。あ、しらすさんに回復薬って、福ちゃんちがギザギザ音符。でもそうなんよ。でもね、たちの悪い食欲なんですよね。私は食べたい食べたい。まあでも食べられるっていうことはいいんですけど、でもね、食欲があるからといって元気なわけではないんですよね。そう、ナナさんのメールを見てファンクラブで学んだんですけど、その食欲、元気じゃないから食に走ることもあったりするので、それも良くないんだよ。ほんと体って不思議。この日だよ。フィッティングのこと、フィッシングって書いてある。わかるわかる。写真集ショールームでも販売してほしい。だってさ、何さんが何冊買いましたとかも見えるんでしょ。やばいやん、そんな。なんかもう怖いさ、ショールームで。もうマジ貴族たちがさ、ショールーム貴族たちがさ、もうなんかもうえぐい量、なんかそんなのを想像しちゃう。そこまで暴れないよね。アイドル大好きさん、イサオチ、ハマヤさん、パリーさん、ありがとう。でも
写真集になったら別かも。暴れろ暴れろなるかもしれない。その時は煽らないように気をつけるね。アンバター経費、アンバター経費、アイドル大好きさ、福ちゃんちもありがとう。やりたい。バリーさんありがとう。ギザギザ音符、福ちゃんちもハートありがとう。フィッシングって書いちゃった。5月今16まで来たよ。大丈夫、いい感じじゃん。トゥク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 トゥトゥトゥクトゥクトゥトゥ、うんうん。5月次タンのキレが良くなってきました。モンローさん、シーメンさんありがとう。確かに丸見食堂はみんな好き。プーチンさん400回、ネムネムさん900回、ありがとう来てくれて嬉しい。モンローさんありがとうね。アイドル大好きさん、タンのキレ良すぎる。シーメンさん、モンローさん、ウレピー、タンの綺麗具めっちゃ気持ちよかった今タンはね、飲み込んじゃダメですから、しっかりと出していきたいと思います。躊躇なく。もし優しさで言ってくださってるんだったら、超今のさ失礼な言葉じゃん、ごめんね。嫌だなと思ったらごめんね。誰か笑ってますやん。そろそろ薬飲んでもいい時間。ねえもうやめたよ、もう私に干渉してこないでだからもう夜の薬は飲んだの受ける反抗期。バリエさんありがとう。ギザギザ音符てかさ、なんでさ今のさギフトってギザギザ音符の薬ハラスメント。はい、すみませんでした。素直、めっちゃ素直や。今ね5月17まで来た。私のことは放っておいてよちょっと面白いかも。やっぱね思ったんよ、私は本当にリハの時とか一番ご飯いらん、てか公演の時とか一番コンビニ行かんでいい。なぜなら出るからいっぱい、それで出るからいっぱい、そう現場でいっぱいもらってるからご飯だから、それで現場のご飯食べられなくなって
超もったいないことしちゃうから逆逆。リハの時こそご飯は必要ないの。そう、この時とかもめっちゃ思ったんよ。皆さんのコメントで夜の薬飲み忘れてたの気づいた、ウケ、久々の八つ当たりと受け止めれて嬉しい、ウケんだけどねえやめてよ、干渉しないでって。確かに八つ当たりだったね。八つ当たりしてごめんね。ダーワさん、ああ、イサお近い服薬ありがとう。黒髪よき、ケータリング、そうそう、大事な大事なケータリングがね食べられなくなっちゃうから、それは良くないから。ねえ、今5月19日まで来たよ。そう、私は大事なことを学んだ。福ちゃんちハートありがとう。私あと偏食もあるしね。偏食とあと胃袋割と小さい。さあ、ゆあたしがら、じゃあ次、今ある手持ちのレシートから順番に。やばいよ、なんかどうでした。失礼しました。見えてた今これ。見えてなんか、見えてたらごめん。コミタンさん、アジポンさん、回復薬ありがとう。福ちゃんちもありがとう。今からこのレシートの山から5月20日から順番にまた並べていきます。正確には22時とか23時かな。見えてないよ、安心。優しい、ありがとう。ちょっと女の子だからさ、すごいちょっとこういうとこ見られたくないなみたいな。ありがとう、優しいコメント。わたやんさん、ありがとう。ハートトンプ、江戸っ子のかずちゃん、ゆり、ありがとう。え、なにそれ、いさおち急にタワー投げ。ねえ、マジ干渉してこないで。これは干渉じゃないね。え、ありがとう、いさおち。何投げてんだよ、ちょっと待って、今集中してんだから。八つ当たりいただいたわ。もう狂ってるよ、ここにいる人間たちは。だってさ、なんかツアーお疲れ様タワーはさ、全然 ありえる話じゃん。全然ありがとうって思うし、でもさ、そっからさ、ツアーのあれにありがとうって返したら、タワーのお礼を返したら、その後お礼ありがとうのタワーが来んの。ねえ、もうここの人たちはおかしいよ。あら、干渉してごめん。ウケる。マジで面白い。ちょっと待って、今これで夢中だから。てか普通にさ、レシートとか見たらさ、東京とか書いててさ、あー嬉しいってなる。おかしくてごめんなさい。いいよ、ジェリーさんありがとうね、ハート。あ、今手持ちのレシートがこれだけになりました。よき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 。5
5月27。あとこんなにもあんの。私このクリップの重要性知った。イサオチファイトありがとう。じゃあちょっとイサオチのお礼書かせてください。八つ当たりもらったわ、いただいたわ、たくさん食べた、うん、たくさん食べた。もうさ、必要ないものばっか食べてる。このインクの色綺麗。あっくん、とうとうありがとう。てかみんなこんな私の割と長々とした配信を見てくれてありがとうね。こんな時間まで。私も好き。なんか今日人と話してあんまり話してないけさ、いい時間。バリーさん、バラありがとう。もうすごいね、まったりまったりまったりな。私さ、リコって名前好きかもしれん。最近になって思ったんよね。じゃーん、イサオチエ八つ当たりいただいたわ。何それ、わら、ありがとう。反抗期受け止めてくれてありがとな。干渉してこんで、お薬は飲めるけ、リコより。本当にお薬は一人で飲めるけ。お薬は一人で飲めるけ。経費処理の手を止めてすみません。ゾーンに入っちゃったのに。別にええけど。ありがとう、イサオチ。お薬は一人で飲める。ゼリー食べたくなってきた。理不尽さが泣き。なんだよね、心配してくれてありがとう。心配してくれたんよね、ありがとう。ついばむ二人のハートありがとう。ありがとう。ありがとう。こちらこそありがとうだ。ありがとうだ。無理せずしてるよ。ありがとう。ああ、でもだいぶさ、ガチ薬効いてるっぽい。じゃあ、戻るよ。この日はユキさんとスムージーお揃いにした日だ。5月23日でしょ。
思い出がね蘇ってくる。えい、レシートを見て思い出をよみがえらす。マジに私ユキさんのこと好きやけ。24。この日は私さ早起きしてて偉い。ハヤトさんハートありがとう。レシートで時間とか見たらあーっていっぱい早起きしてるなーって。今ね5月24日まで来た。あとはいろんな場所でいろんなコンビニを利用しているなって。広島東京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 東京広島。千万両ありがとうね。5月のね休みの日数はね片手以下でした。割と嬉しい。なんか私そういうの嬉しい。休みがないぐらいがなんか頑張ってるなって思えて嬉しい。食べ過ぎ。私この日でコンビニどんぐらい利用してんのってぐらい。高雪さんかわいい、ありがとう。でも多分お休みない人はもっとお休みないんだろうなと思った。すごいなと。アジポンさん千万両、高雪さんかわいい、ありがとう。めんどくなってミュートしてない。そうやっぱさスケジュールが忙しくなればなるほど嬉しいよね。あともうちょっとで終わる。うん、このリズムたくさんたくさん。かまちゃんありがとう。5月25日この日は、なるほど。鼻通ってきたね。体調管理は絶対大丈夫。フッチーさん、かまちゃんありがとう。でもね多分流行ってたんだよ絶対。この日の、じゃあこれにしようかな。はっ、ねえ私さお店のワッフル食べてみたいんだよね。サクサク。
ダイランさん、フッチーさん、ありがとう。ハート、やばい、あともうちょっとで終わるよ。だって今5月25日。まだ配信してるの。だってさ、見て、こんなに頑張ってんだよ。ガルシアさん、風呂敷ダイナーさん、ミキヤくん、ガルシアさん、たくさんありがとう。風呂敷とか、ひとぶよさん、ヨシさん、ジポンさん、イサオチ、ありがとう。お、ルームのフォローありがとう。ミキヤくん、ありがとう。こんなに盛り上がってんだぞ。それよ、それ全然全然ね。私は謙虚の気持ちを絶対に忘れないって思ってるんだよ。なんか最近偉そうなだなって思う人を見つけて、こんな人にはなりたくないと思ったんです。なんか全然大人の人なんですけど、メンバーにタメ口だったり、すごい偉そう。バリーさん、ハート、カズさん、パチパチね。やっぱ謙虚な人、誠実で謙虚な人になりたい。もうちょっとだよ。あ、ラストじゃない？このレシートが。このロケも楽しかったな。
ッシュさん、ミキヤくん、マリーさん、アイドル大好きさん、福ちゃんち、いやーマーシー、ハルルンさん、ありがとうファンの方のタメ口は絶対許せる。計算していきたいと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8 8は、おお。 1,2 1,2 これで大丈夫？ゲシュタルト崩壊。うわぁ、終わりましたよ。叫んじゃった、叫んじゃった。できました。提出するだけ。え、ちょうど11時間もかかるの？ちょうど11時じゃん、やばいやん。福ちゃんチパチパチありがとう。イサオチお疲れありがとう。こんなんで頑張ったって言われる優しい世界。バリーさん頑張った、ありがとう。ちょっと元気出た、ニコニコしちゃうありがとう。優しい世界じゃん。できた。こんなに自分食べたんだって。イサオチパチパチありがとう。でもね、決めたんよ、コンビニ利用は控える。おお、カズさん守りたい子ないよ、ありがとう。コンビニ利用はなるべく控えるって決めた。福ちゃんち頑張った、ありがとう。嬉しい、こんなんで頑張ったって言ってもらえる世界。優しすぎる、私に優しすぎる世界。頑張ったよ。23時に寝なさいって言った人がもう23時になったやないかい。香川県さぬき市でこれファミリーマート使ってるよ。香川県でもセブンファミリーマート使ってて可愛い。えらい、間違えた、なんて言ったらいいんだ。またね、7月の頭とかになったら焦りながら6月の食費やってるんだろうな。その時も頑張りょうために、こうやってね、ちゃんとちょっとずつレシートまとめていくわ。明日の朝も超ゆっくりよ。でもちょっとしていかなきゃ。だから食べたい衝動がね、抑えらんない。ありがとう、私の配信見てくれてね。あ、今日も2時までには寝れるように頑張る。1時半とかできた。あとはね、提出します。頑張って。今日はね、もうやること全部できて偉い。例えば病院にも行けた、お料理とかも作れたし、ほら
経費もできた。出張経費処理してくれ。まあまあ12時13時ぐらいですかね。13時濃厚か14時家出とか。14時まあ15分には家出たいよね。うん、今ねスマホいじってホッとしてる。いさお茶ありがとう。薬も一人で飲めたし。飲めるけ。オブラート持ってないけ。頑張って療薬も顔をしかめながら飲もう。そういろんなことができて嬉しい。充実した。インスタも更新できたし、ツイッターもちょいちょいなんかイエーイってできたらいいのにな。でもインスタの方がなんかストーリーが一番やっぱいいかも。アジポンさんありがとう。あったかくして寝るしかない。はいはい薬飲めて偉い。やろ。はいはい。やしメンテナンスの入れられて結構ね充実してるよ。お薬飲めたね。花丸ちょうだいね。インスタストーリーじゃあなんか後で投稿しよう。130ブルースさんありがとうね。じゃあ終わろうかな。今からゆっくりお風呂入って気が向いた時に寝る。明日はお家に帰ったら部屋片付ける。自分タイムゆっくりする。でもなんか今日の配信はまったり休養のような配信だったよ。ありがとう。暖かくするね。お風呂っこりからの自分タイムっこり。頑張って1時45分までには寝る。フリさんありがとう。じゃあ配信見てくれてありがとう。体調も良くなってる。カズさんありがとう。ありがとう。喋るリハビリ配信でした。ありがとう。 QOL 爆上がった。経費の精算かけたからありがとう。は明日の昼配信で。カズさんありがとう。ありがとう。おさゆ飲む。ありがとう。じゃあ終わるよ。ネギ塩牛タンさん、アムトンさん、石井さん、タイピーエンさん、クボズンさん、クニちゃん、キハサさん、モリちゃん、シバさん、ズーデスさん、サブさん、リサーチャーさん、サム、ファーユーさん、ナベさん、サンパチさん、アイドル大好きさん、リコチコンコ、佐藤ノンスケさん、燃えるゴミゴミ、マイコルさん、ウラベさん、ホンコンさん、スノー、シーメンさん、ハルルンさん、ウッポさん、ノラスケさん、ヒロピーさん、オットトさん、そして本日の秋元先生枠は、アックン先生です。ありがとうございます。カズさん、山猫坊主さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は福ちゃんちでした。福ちゃんちありがとう。第2位はバリーさんで、1位はイサオチでした。イサオチありがとう。タワーもありがとう。ウケる。ありがとうございます。でもちろん配信見てくれてありがとう。とお疲れ。こちらこそありがとう。ミヤティさんハートありがとう。本当にみんなのおかげで楽しい配信でした。ありがとう。フリさん、イサオチありがとう。とありがとう。福ちゃんちお疲れ。とありがとう。ありがとう。怖って言われた。なんで。バリーさん回復薬ありがとう。絶対いけるよ。回復するおかげで。トモヤさんもハートありがとう。福ちゃんちも回復薬ありがとう。絶対回復できる。お大事にするわ。ありがとう。イサオチもお疲れ。ありがとう。絶対早く寝るから任せて。皆さん今夜も健やかに眠りましょうね。声が出るようになったから、じゃあ健やかにいきますよ。せーの。
やかに健やかに眠ろうね、一緒に。健やかな状態を一緒に保ちながら寝ようね。じゃあね、バイバイ。お嬢様受ける、執事。おやすみ、また明日ね。イサオチファイト、ありがとう。おーやすち、また明日。